ではヤリスクロスと WRV 比較してみたやっていきたいと思います。まあ、いつも通りね、サイズ、最小回転半径、燃費、外装、内装、運転支援、ナビとかメーターとかで快適装備で納期ということでやっていきます。でまずサイズですけど、こんな感じです。今回一応ガソリン車のねデータ持ってきたんでこんな感じになってるんだけど、まあ、WRV の方がでかい、長いし幅もでかいし車高も高いと、それでいて軽いというところですね。でヤリスクロスはね、そうちょっと短め、これアドベンチャーとか GR とかだとまたちょっとねサイズ変わってきます。なんかフェンダーついたりとかするんでね、あれですけどまあこんな感じです。でどっちもあのマンションの立体パレットには当然収まるサイズになってると。あの車高制限がね低いところじゃなければしっかり入りますんでね、 1850mm でも 1800mm でもね入るんで、この辺は安心して乗れるのではないでしょうか。じゃあ最小回転半径、これは、まあ、WRV はね 5.2m、 ヤリスクロス 5.3 ということで、意外と WRV の方が小回り効くんですよね。ちなみにカローラクロスも 5.2 だったと思います。レクサス LBX もそんぐらいだったんで、なんでかヤリスクロスはちょっと小回りが効かないなっていう感じします。まあとはいえ 5.3 はかなり優秀な方だとは思いますけどね。18インチ履いてるしね、 Z とかだと。じゃあ燃費ね、 WRV16.2、 これかなり悪いですよね。なんか燃費悪いよね。確か直四の 1.5 だから燃費悪いのかもしれん。でヤリスクロスは 18.8、 もさすがトヨタ燃費めちゃくちゃいいね、ガソリン車でも。ハイブリッドとかだとほんと30近い燃費とか出てきますけど、まあガソリンでも全然十分な燃費じゃない、 18.8 なら。ノートの E パワーの燃費ってあれでも、そっか、でもあれもまあまあ良かったな。いや、スイフトがもっといいのか。スイフトのマイルドハイブリッド、あれ24とか出てるから、23とか4とかだった気がする。あれもね、スイフトもね動画1本作ってるんで、ノートと比較ね。あれヤリスとかね、自分の中で空気になっちゃってるんで、あ、そうそう、ヤリスのマイナーチェンジの動画上げなかった理由は、ヤリスは完全なる空気になっちゃってて今。いや、あれ電波ないわけっすよ。電動パーキングブレーキないから、もう完全に自分の中で、まあ、マツダ2ともどもね、あの空気とかしてるんで、あの電波ついたら本当動画作る、動画作りたいなと思ってるんで、あのそれでもね動画作れっていう方いたら、あのリクエストしていただければ、あのヤリスの改良も一応動画にしようかなと思います。あ、でもあんま再生数も取れなそうだし、電波ついてないし、ちょっとあんまり取り上げる気があまり起きないという感じです。まあ、ハッチバックだとほんとノートオーラぐらいしか動画撮れないっすよね、ほんと。じゃあ外装の評価、ヤリスクロスかな。理由はね、ヤリス WRV の残念ポイント、耳たぶミラーついちゃってると、360度カメラがないんですよね。でこれで耳たぶが見えたらいいんですよ。まだ見えない耳たぶって結構多くて、ラブ4とかね、見えない耳たぶなんですよあれ。でほとんどの耳たぶミラー俺見えたって思うことがなくて、ディーラーさんで見させてもらったけど、まあ、結局カメラ通して見た方が見やすいわけで、あと個人的に残念だったのは施錠がボタンタイプになってるというね。まあ、ライバル、ヤリスクロスのライバルで言うと、あとノートオーラとかもね、あの辺ライバルになってきますけど、あれも施錠ボタンなんですよね。だから、ホンダね、最近あのシビックとかね、鍵穴まで隠れるっていう、ボタンもないし、鍵穴まで隠れるタイプ。要は、マツダと同じや、マツダの第7世代ね。マツダ3とか、CX60 みたいな、あの、レスイズモアなね、デザインになってる中で、ちょっと WRV はね、レスイズモアになってないなと。まあ、ディフェンダーみたいなこと言ってるけど、ランドローバーみたいな。引き算の美学がね、まあ最近ホンダでも主流になってきてて、まあ ZRV とかもね、あの、ZRV はね、そう360度カメラついてれば耳たぶ回避できるし、あの鍵穴も隠れるし、あの施錠ももちろん、あのボタンではなくて、あのセンサー式になってると。で確かね、マフラーはでも本物だった気がするんだよな。しっかりあのダミーじゃないマフラーだったりとかするんだけど、まあこの辺はね気になるかなと。まあ、ただヤリスクロスの残念なポイントはね、イケメンから鼻毛状態のマフラーね、あれここに書き忘れたんですけど、あれはモデリスタつければ回避できることが、あの見積もり動画で発覚したんで、根が1個解消ですということで、ありがとうございますって感じですね。
まあ、あと GR のね、マフラーとかもあるんですけど、モデリスタエアロの、なんか、高い方のやつって言ったらいいんかな。あの、手元に今、カタログあるんで、ヤリスクロスのアクセサリーカタログ。なんでかボクシーなくしちゃったんで、再発注しましたけど、アドバンス、なんか、ロブストスタイル、なんか、読めないんだけど、まあ、とりあえず、あの、30万近い、今の値段で言うと、モデリスタエアロをつければ、あの、回避できると、フル巻きでセットでね、いうことだったんで、まあ、これはかなり、あの、結局、イケメンから鼻毛マフラーもそんなに気にならないかな、という感じですね。じゃあ次行きましょうか。内装の評価。まあ、これは、引き分けかな。まあ、どっちもどっちな感じがするな。ヤリスクロスはね、まあ、カーキ内装とか単内装とか、まあ、グレードによってですけど選べると。で、WRV の方がソフトパッドは多いんだけど、黒一色になったというところで、なんかね、ここはちょっと決められないなって感じがする。まあ、見た目だけ言ったらヤリスクロス悪くはないんだけどねっていう。まあ、ハリアーもね、ブラウンのあの内装色みたいな感じですから、まあ、それに近く見えなくもないけど、あのね、そう、ステアリングはハリアーよりいいかもしんない、見栄えは。あの、ハリアーのね、ステアリング、あれ、一つ文句言わせてもらうけど、あれはやだ。あの、カローラとかハリアーのやつ。あの、乳首とかね、揶揄されてる、おっぱいとか揶揄されてるステアリングありますけど、あれはちょっとないな。それにはなってないだけ、まだいいと思います。そう、ステアリングスイッチが、あの、乳首とかおっぱいとか散々言われてるやつね。あれはね、ないな。ということで、次行きましょうか。じゃあ、運転支援とかね。まあ、これは問答無用でヤリスクロスでしょ。まあ、WRV そもそも電波ついてないっていうのが、まあ、そもそももう問題で、もう WRV も何本か動画作ったらもう完全に空気になると思います、僕の中で。あのね、ちょっと、オートホールドないし、クルコン、360度カメラもないわけよ。ヤリスクロスはプロアクティブドライビングアシストが常時ソーダまでついたんですよね、今回。だからレクサス RX 相当の PDA に、まあ、自動駐車はね、リモート機能はないとはいえ、ハイブリッドでね、あの、しっかりついてると。で、巻き込みのパーキングサポートブレーキとかもついてるって、めちゃくちゃ賢い安全装備が、ヤリスクロスついてるんで、このクラスにしては十分じゃない？まあ、アドバンスドドライブがないとか、まあ、上げようと思えば上げれるけど、価格考えたら全然なくてもいいし、ヤリスクロスっていう車を考えたら。これが例えば、レクサス NX とか、ハリアとか、UX とか、ラブ4とかになってくると、アドバンスドドライブ渋滞時支援は欲しいなって言っちゃうけど、まあ、ヤリスクロスだからいらないっていうね、感じですね。あの、アドバンスドドライブ渋滞時支援は、高速道路で時速40キロ未満という渋滞時に限ってやっちゃいトヨタごっこができる。まあ、ハンズオフですよね、いわゆる。やつなんですけど、まあ、それはさすがに求めないかなって。まあ、自動駐車だけでもね、駐車の時だけやっちゃいトヨタできるわけだから、まあ、それだけでもかなり優秀ですよ。ハイブリッドだけですけどね。ね。じゃあ、ナビとかメーター、これもヤリスクロスかな。まあ、メーターがね、あの、シエンタのやつになって、ブレーキインジゲーターが出るようになったというところは、ヤリスクロスかなりね、メリットかなと。あと、T コネクトアップスでいつもナビスピード注意とか取れたり、あの、エージェント機能とかで、近所のガソリン価格を教えてくれたりとかするっていう、高速道路降りたらね。だからね、すごいね、賢いね、機能が、トヨタのナビついてる一方で、表示が結構ポンチで、あの、インターのパネルの予想通過時間が出ないとか、ジャンクションとかの割り込み表示で到着予想時間を隠すとか、エネルギーフローがディアゴスティン方式で、いつになったらこれもヤリスクロスが出来上がるんだってやつで、なんかね、見栄えが悪いんですよね、全体的にまず。で、あと、オーディオの選択画面で、ショートカットが消えて、バツ印が遠くて、しかも、あの、パネルみたいにテレビとか横並びでテレビってパネル四角に変えて、横になんか Bluetooth オーディオとか、レディオとか、AM、FM とかバーって横にさ、やればいいものを、なんか縦スクロールにしてるって、それもなんかめんどくさいっていうね。ま、いろいろ昨今のトヨタ、レクサスのナビに関しては不満多数なんですけど、WRV もね、あの、ギャザーズね、あれ、GPS ポンコツなんですよね。サプライヤー次第だけど、三菱電機だったら多分やばいと思う、あれ。まあ、だからね、三菱はあの、日産のナビ使ってんだけどね、みたいな。あと、メーターのね、情報量がね、少ないんですよね。あれ、7インチの液晶とアナログの一眼ついてますけど、まあ、実質的にはアナログ2眼に 4.2 インチの液晶がついてるメーター。だから、クロストレックのそれに近いような感じになるかなっていう。で、ブレーキインジゲーターもないというところ。
ホンダのね、せっかくシビックとかね、ステップワゴンで採用されたメーターあるんだからって思ったけど、まあ車格考えたらまあまあまあですよ。まあオデッセイと同じメーターですからね。まあオデッセイがね、そのステップとかね、シビックのメーターを採用しなかったのが問題なわけで、まあそれもね、不満多数オデッセイって動画でね言ってると思うんで、ぜひ不満多数オデッセイね、スクロールしてくると出てくると思うんで、チャンネルページ見ていただけるといいと思うんだけど、もうね、あれはね、ちょっと正直片遅れでだいぶ話にならんなって、運転支援が。オデッセイもね、ホンダちょっとその辺遅れてますよね、意外と。だからプロダクトアウトなんですよ、これも。また、だからレジェンドでレベル3を達成したけど、あれって結局恩恵受けれる人ってほぼいないに等しいわけで、まあ言うたら本当に大金持ちで、しかもあれ法人リースとかしかなかったでしょ。だからね、ダメなわけで、だからトヨタとかはその点は、日産とかトヨタとかスバルは、まあ、速度制限も設けたりとか、レベル2相当にしては、レベル2にはしてるけど、ハンズオフの恩恵受けれるように、セレナのルキシンはあれ540万ぐらいで、やっちゃえ日産ごっこ全車速でできるとか、ボクシーのハイブリッド SZ とかだと480万で、高速道路時速40キロ未満で、やっちゃえトヨタごっこはできる。まあでも、ボクシーだと SG とかでもつけれるから、もっと安い価格で買えるし、ガソリンとかだともっと安く買えるからっていうのはあるけどね。で、レヴォーグもベースグレードだと400万ぐらいであれ買えるんで、まあ言うたらクロストレックより安い額で、やっちゃえスバルごっこがね、時速50キロ未満でできるとか、結構だから、消費者の方を向いてる感じがホンダはね、しないなっていう。まあ WRV もちょっと高い、ああまあ、ま、ああ、そう、WRV もね、ちょっと微妙な感がある。うん。ってことで。じゃあ快適装備も行きましょうかね。ちょっとごめんなさい、ずれちゃって。ホンダのね、プロダクトアウトが強すぎるっていう、消費者の方を見て車作ってないって話をした後にね、まあ、快適装備、これもね、ヤリスクロスからと、シートヒーターついてないんですよ、 WRV。 ひどくない？ステアリングヒーターはまだしも、シートヒーターついてないし、しかもセンタータンクレイアウトじゃないから、それでいて運転席助手席の下がもっこりしてるんで、僕間違えてセンタータンクって言っちゃったけど、あれセンタータンクじゃないんですよ。あれはね、良くないと思う。だから前半分をあれフィットとかと共用してるんですよ。確か。記事見たら前半分はフィットと同じパーツ、てか共用のプラットフォームにしてて、後ろだけなんだっけ、新開発のものになってるっていう、フィットからちょっとフィットじゃなくなってるっていう。だから前半分は完全にフィットだから、だからタンクが残ってるっていう話みたいなんですけど、いや、だったらちょっとセンタータンクレイアウトで作ってよっていうのはありますよね。あと、ヤリスクロス、ハイブリッド選べばですけど、コンセント使えると。ホンダのハイブリッド、ちなみにコンセントないんで、最近災害とか多い中でね、やっぱ、車の中で、シェルターになるっていうのはいいですよね。うん。アウトランダーとか、もそうだし、エクストレイルとかもね、日産とか、三菱の、まあ、三菱はね、PHEVだから、としても、日産のハイブリッドって、上位車種じゃないと 1500W のコンセントつかないんですよね。ノートオーラとかノートとかキックスには設定がないんですよ。エクストレイルとかセレナとかまで上げないと 1500W のコンセントね、 E パワーだと設定されてない中で、トヨタはまあヤリスクロスとかでも設定してると、この辺のね、トヨタの志はすごい高いなっていう。で、ヘッドアップディスプレイも Z には設定されてるでしょ。で、これもマツダとトヨタぐらいなんですよ、この価格帯でヘッドアップディスプレイ採用してくれてるメーカーさんって。まあ、ホンダはそもそもヘッドアップディスプレイの採用がゼロで、スバルもゼロじゃないですか。で、日産三菱はこれまたね、高い車、まあ三菱なんかエクリプスクロスにもついてたって言ってたけど、アクリル投影式のやつがね、この前某 CSK さんがツイートしてましたけど、そう、エクリプスクロスについてるみたいなこと言ってましたよね、ヘッドアップ一応。まあスペーシアと一緒といったらそれに近いんだけど、マツダもそう、マツダ3とかの車格でもついてるわけですよ。日産はこれまたエクストレイルの G グレード、まあオーテックアドバンスパッケージもしっかりですけど、あとセレナのルキシオンじゃないとつかないんですよね。で、あとアリアだから500万超えの車とかにならないとヘッドアップディスプレイつかないということで、まあセレナのね、不満多数の中にはやっぱそのルキシオン限定の装備があるみたいなことをね、言ってて、まあヘッドアップディスプレイもルキシオン選ばないとつかないっていうのはちょっと個人的には残念だなって思ってるんだけど、そう、その点トヨタはヤリスクロスって300万の車でもヘッドアップディスプレイを設定してくれてるんで、まあ、この辺はね、かなりありがたいなと。で、しかもパワーシートもついてるし、まあ、モーター音うるさいとはいえ、ノートオーラにもないですから、パワーシートは。で、ドラレコ内蔵になってたりとか、っていうとこで。じゃ、納期、ヤリクロがでも1年とか出てましたね。で、WRV は5ヶ月。で、どっち買ったらいいのかって言ったら、もう問答無用でヤリクロでしょと。ヤリスクロス一択でしょと。
理由はやっぱね、プロアクティブドライビングアシストに電波ついてて、シートヒーターもあってヘッドアップディスプレイもついてると。装備としてはめちゃくちゃ充実してるんですよ。だから内装が悪い以外は、そんな不満もないんですよ。運転支援も、このクラスにしてはめちゃくちゃ充実して、まあノートオーラも充実してるけど、ノートオーラ以上にいろいろついてるし、まあベゼルはもう超えてるし、みたいな。とか運転支援とか、快適装備もだってヘッドアップディスプレイついてるんですよ。だからこの辺のトヨタの志はめちゃくちゃ高いなって。1500W のコンセントもハイブリッドならつけれるしね。まあ、これもノートオーラにはない。まあ、ノートオーラと比較になっちゃってますけど、そう、日産とかにはないですから、ホンダはゼロだし、日産。で、なんかね、マツダの PHEV の 1500W のコンセントって、走ってる最中は充電できないようになってるみたいで、だからあれ意味なしてないっていうのもあるし、トヨタのこの辺の志は高いなって。しかも家にも給電できるんですよ。あの、一軒家とかで、ブスって刺せば、あの、家に給電できるようになってるんですよ。なんか、ソケット刺せばね。だから、外部給電アタッチメントみたいなやつを、窓のとこにはめて、そっからコード通して、ピッてやることができるって、レクサスの営業さんからね、教わりました。はい。そう、レクサスの営業さんが言ってたんですよ。あの、RZ、レクサス RZ450E の展示、してた営業ディーラーに行った時にそれを初めて見たんですけど、これ何ですかって聞いたら、あの、これ外部給電アタッチメントで、あの、外に、あの、給電する時にコード通せるようになってて、でしかも防犯上にもいいし虫も入らないっていういいや、窓を開けて外にケーブル出す時にあれをつけることによって防犯上の面とか、あと、あの、虫が入らないとかっていうところでいいやつですみたいなこと言ってて、そうだからレクサスとかでついてるんです。トヨタもついてる。日産はついてないんじゃないかな、あの外部給電アタッチメント。見たことなかったんで、多分ないんじゃないかなってことで。まあ、だから、あと WRV 価格が高いんですよね。300万ぐらいするんですよ、あれ。あの内容でね。ヤリスクロスの、だってガソリン Z もそんぐらいでしたよね。見積もり動画見ていただいたらわかると思うけど、まあ、多分そんぐらいで買えると思う。あの、パワートランクとか一部装備を抜いたらですけど、300万以下であれ買えるんで、贅沢装備を抜いたらね。だったらヤリクロでしょうよと。いうとこ。だから WRV なんか関税がかかってんのか輸送費がかかってんのかわかんないけど、高いんですよ。だから結局海外で、インドで生産することによって、製造のコストは安くなるけど、その、輸送、インドから日本にする輸送代と関税かかんないとか言ってたけど、まあでも輸送費は確実にかかってくるんで、でもしかしたら自動車の部品を日本で作ってたりとかしたら、それを輸出するときにまた輸送費かかって、まあ、さらにそれ輸入するとなるとインドの方で関税かかったりするかもしんないから、まあ言うたらそこでやっぱお金がかかっちゃってる。だから結局海外で製造して人件費とかその製造コストを抑えたところで意味がないっていうのが分かりましたよね。結局だから輸送とかするのにかかるからっていうことで、ご視聴ありがとうございました。